映ってない、わら、どう、いける、はい、さあ始まりました。さあいつも通り今日は特別ということもなく、試合時間は5分で始まります。そして400対400で始まりますね。お互い準備してますからね。これはまず最初の準備が大事。うん、最初の準備があるから、戦える、そういうことですね。さあいつも通り5分からの400-400スタート。画面がちょっとちっちゃいのでちょっと見づらいんですが、さあお互い様子を見ているといった感じ。そうなの、ん、そうなの、そうなの、さあ、まあ、ギャンブルですからね。あの、ギャンブラーの皆さん、いろいろ言いたいことあると思いますけども。まあ、あんまり汚い言葉をね、使うのは、こう、フレッシュじゃなくなってしまうんですね。まあ、そう言ってる一番口が汚いのは俺なんですけどもね。なんか、見らされてる？お互いまだ動かないといった感じでしょうか。さあ、構成はバトマ連想です。バトマ連想ですね。さあ、ここで動き出した、7軍がリード。7軍リード。450対350。アルダスさんのレンジャーうまいよ。さあ、ここで、3分を切りました。3分を切りました。さあ、まだまだ時間はありますので、ここからどういう展開に持っていくのか、両軍。さあ。よいしょ。さあ、まあそう言ってもね、レンジャーは俺やってみてるけど、すごい難しい。いろんなとこをね、状況判断を見てやらなきゃいけないっていうのがあるので、非常に難しいレンジャー。まあこう、ね、いやあいつ下手くそだ、あいつのレンジャー下手くそだって、まあギャンブルですから全然言って構わないんです。まあ、この、レンジャーをやってる自分としては、その、やってないから分からない部分もあるし、やってるから見えてない部分もあるのでね、そういう意見はあっても、タイムシフトで、こう、いろいろこう、勉強できるんじゃないかな。こう、あ、ここは下手だったなと、こう、振り返られるのかなと、思いますよ。よく見てるな、エルプ。さあ、やはり。MP 切れるな。さあ、438対362。依然リードは7軍。依然リードは7軍でございます。さあ、しかし、こう、魔法構成があると、俺さっきやって思ったけども、このカンタがめんどくさいよね。気持ちよく打てないっていうのはありますよね。ちょっと待ってください。そうでいわよ、読んでこないと負ける。必殺発動させろ。はいはいはい。おい。444対356。なんでアドバイスいんだよ。なんだ今の指示。わら、しずや。さあリードはもう、あ、もう1分を切ってますね。1分は切ってます。1分は切ってるんですが、さあ、こっからどう持っていくか。さあ、エルプ軍逆転したが、ここでザオが入る。残り30秒あたりですかね。30秒あたりですか。さあ、マヒャデドス、マヒャドデス。いやー、これはちょっときついか。さあ、3人一気に落とされてしまった。これはちょっときついか。さあ、エルプ最後のこの時のために、ちょっと温存していた感じはありますね。さあ、こっから7軍どう巻き返せるか。時間的には厳しいか。かけころであれはないわ。まあ、負ける展開だね。
さあこれはもうここで終了です。さあエルプー軍お見事。さあエルプー軍にかけた方々、愛とお配りしますのでこちらにお集まりください。7軍もお疲れ様でした。運営のスケさんが完全するってどうなの？何？スケさんコメントちょうだい。何？どういうこと？